乗客の皆様にお伝えします。本日アバランチと名乗る反神羅組織による魔航路爆破予告声明に関わる特別警戒態勢の影響によりダイヤが大幅に乱れての運行となっております。4番街駅には定刻より遅れての到着予定となります。ターゲットは5番マコール。駅からは市街地の裏道を抜けて、マコール内に入っちまえば、あとは1番と同じ。マコーだまりを目指す。ハゲをドカンとかましてやるぜ。JC とウェッジの分まで俺らでやり遂げる。あ。固まってると目立つか。お前らはここにいる。クラウド、まもなく ID スキャリングエリアを通過します。最初の関門だ。楽勝だろ。大丈夫だって分かってるんだけど落ち着かないね。隣の車両見てきてもらってもいい？少し心配なんだ。どういう意味だ？バレット、作戦の前はピリピリしてるからお客さんたち怖がってるかも。放っておけ。そう言わずに、私は大丈夫だから。ああ、すぐ戻る。ありがとう。君はこれでもう擁護するのか。いい迷惑だ。アバランチなんて。爆破予告でどこの営業所も大混乱で現場では悲鳴が上がってる。だけど私は、いや、神羅社員は戦うよ。マコーロを止めたりするもんか。へえ。なんだ、文句あるか。文句だと？なの？特にない。あんたはどっしり構えてろ。チャ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 ンチャ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 チャンだ。文句はないだろ。4番街営業所の混乱が一番激しいんだよ。ミントがロイジスだけで、おい、日々相当なまとえてる。隣に戻っとけ。ティファの構え。スキャニング中です。どうして？何だ？臨時 ID スキャニング中です。非常警戒態勢を発動。手配 ID の疑いあり。後部車両より車両チェック並びに隔離準備を開始します。大変。お前ら早く来い。うわ、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 
任せろ。車両ロックシステムを起動。暫定でこの車両が確認されます。とにかく前の車両に。パスの番じゃねえ。前の車両に行け。アスカルティーならとっとと行け。クラウド、車両ロックシステムを起動して、まもなくこの車両が確認されます。急げよ。死ねる。撃たれろ。手配 ID 取り者。つもりだ。そこならきっと安全だから。私は新羅社員だ。敵だろ。敵じゃない。みんなを守りたいの。お願い。こっちは私が面倒見る。守るから。霧がないな。手配 ID 取り者3名の隔離を確認。相当警備に入る。お父様の言う通りってか。仕方ない。ん？駅は包囲されているはずだ。飛び降りよう。マジか。速度を落とせばいい。それビックスのプラン E だ。いけるか。大丈夫。やっ、死な。うん、死ねる。仕上げだ。知恵失せろ。攻めるぞ。痛快。相当フェイズをかいくぐるとはな。はっ、しぶといネズミだ。3匹目は生かしているだろうな。捕捉済みです。2匹と合流させろ。はっ、了解しました。
災 ID 所持者を発見、応援を頼む。撃たれろ。はめろ。えっ、終わりだ。次に備えろ。うん、分かってる。急ぐぞ。バレット。おお、こっちだ。この。早いに出た。三名を確認。全員捕らえる。驚け。余裕。はあ。いや。沈め。燃え上がれ。終わりだ。プラン E だ。聞こう。予定通り行ってりゃプラン A。 こいつは駅から真っ当に魔法路を目指すよ。今は予定から外れちまったが抜かりはねえ。オプションを準備してあんのよ。魔法路から近い順にプラン B、C、D とな。いくつあるんだ。E まで。ついてるぜ。私たちが乗ったのはメインピラーと4番街をつなぐ4番街線。今いるここは隣の5番マコール線だね。まずは線路沿いにマコール方面に進む。ただし駅までは行かねえ。途中で別の道に入る。マコール近くの駅はどこもやべえくらい警戒されてるから。あっちだね。五番街の仲間が目印をつけて。心配はいらない。いけるぜ、いける。俺の勘がそう言ってるぜ。はい、クライマックスに備えて少々前倒しで開始しております。無論最後はプレジデントのお考え通りに。ええ、お任せください。では、失礼します。解析室よりデータ分析は順調とのことです。ただ被害が想定より大きく、このままでは、お前たちの仕事は何だ。
過ぎたことをわめき立てることか。被害だと、それがどうした。所詮は使い捨ての駒。駒が足りんというなら三番街からでも呼びつければいいだろう。少しは頭を使って先回りできんのか。部下が無能だと苦労する。その点プレジデントは幸運だ。この俺様がいるからな。私は神羅の犬の絵だ。壁、気にしとく。犬？中堅スタンプ。やつの鼻が向いてる方に五番魔航路への道が続いてる。信号の色も見落とすな。青が俺たちの進行方法だ。ジェシーとやるはずだった仕事だから一人で手こずってるはずだ。早く行ってやらねえと。あったぜ。こいつの鼻に頼る。スタンプの鼻が向いてる方が行くべき道。目印の通りに進もう。
ってことない。一瞬で終わりだ。楽勝。やってみな。えい。やっ。よっしゃ。仕上げだ。丸い。レシピよ。まだ。
発見。花の向き確認しろ。上手にかけてるね。ああ、いけすかねえ感じが。
戦会議だ。場所の確認しとくぞ。近くに使われてねえ車両基地がある。そこが目指す場所だ。着いた後は隠し通路がある。アバランチの戦闘データは十分な量が取れたと報告が。何度も同じことを言わせるな。報告など聞いて何になる。それは風体との戦争を忘れたか。敵を侮れば傷つくのは神羅の名声だ。歯向かう者は徹底的に完膚なきまでに叩く。それが神羅のやり方ではないのかね。ですが。貴様はここの連中と一緒に仲良く職を失いたいらしいな。E 区画にある大型実験機を起動させます。手配を急げ。これでまた俺様の功績が増えそうだな。ガくてしょうがねえ。スタンプかわいそう。進んでも進んでも壁で壊せばいい。バレットと同じこと言ってる。取り消す。何が不満だよ。おい、ちょっと待て。こっちだ。キックサー。
離れろ。Go!
俺の見せ場だ。さあ行くよ。驚け。俺が相手だ。出番。
伝う電流か。そうだ、まだまだ。行くよ。煩わしい。解析室の報告では戦闘中に異常値が検出され、直後通信が途絶したとのことです。異常値だと？貴様らの整備が甘かった言い訳なら。いえ、分析モジュールは正常に作動していたようです。状況から考えて観測対象がこちらの予測値を超えたとしか。あいつらはポイント E の監視機器は全滅です。プレジデントです。はいはい、問題はありません。むしろ面白いデータが取れそうでして。はい、承知しております。ネズミの行き先は分かっておる。整備不良でないと言い張るなら地球異常値の原因を探れ。間に合わなければ前線に送って
てその身で観測させる。そう怖がるな。俺様は優しいぞ。有能な部下にはな。ガッハッハッ。通路はコンテナの向こうだな。隙間通ってくぞ。せっめえ。大丈夫？一番マコロでもさっきみたいな大きな機械と戦った？おお、サソリみてえなやつとかな。さっきのは、さっきの例えるならなんだ？例えなくていい。情報通りだ。これで降りるぞ。今さら。